やっぱ留守番のジョナサンを守ろう。あー、せっちゃん、あー、そっちか。まあでも、まあまあまあ、選択は間違えてなかったね。うん、うん、よし、じゃあ報告を求めましょうか。うん、うん、問題はラッキオですよ。あ、うん、よし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 、うん、オッケー。うん、これはもう、うん、ククリシカちゃんほぼグノーシアでしょ。てかグノーシアでしょ。うん、敵だって言いたいなーね。もうちょい報告を。うん、出し惜しみはよくないな。君の報告を私に聞かせてほしい。うん、この人は人間ね。うん、オッケー、よし。潮の声は聞き分けた。そんな思いはひしひしと伝わってくる。あー、いやいや、それはおかしいでしょ。なんか俺にヘイト向けようとしてね、クルシカちゃん。うん、向き、うん、そうね。もう一声、もう一声。ユリコ様、ジョナス、セイちゃん、ジョナス、ユリコ様。来なかった。ラキオは信用できない。いや、信用できるだろう、ラキオは。だシピレムナン、ククルシカでしょ、もう。グノーシアは。で、残りはディナちゃん。ディナちゃんな感じするよ。うん、俺。ごめん、ラキはちょっと弁護させて。他に誰が弁護する？うん、はいはいはい、まあ、そろそうだよな。うん。で、うん。じゃあ俺は弁護しよう。うん。うん。みんな気づいてるな、これは。あ、断られた。無茶言うなって。CM さんは誰だ？少し疑問があります。あー、なんでステラちゃん。いや、この展開予想外。あ、はいはい。いや、茂道は、茂道はね、弁護したいな。なんか俺踊らされてないから大丈夫かな。うん、ちょっと雑談しよう。うん、ちょっと俺に対するあのあれをなくすわ。うん、オッケー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 。この船僕の国には出してくんないんだよ。食材もスパイスも放任触れるとか言ってさ。コメントちゃんあれかなね、香辛料とか使う気に。お役に立ちゃイートフェチなんだ。必須栄養素も食欲の抑制もシャプレコツライじゃない。うん、喋らせてくれたらよかった。じゃあ投票しよう。うん、まあククルシカちゃんかな。残りはジナちゃんじゃないかなって感じする。うん、ククルシカかな。うん、うん、うるさいって言ってくるし俺のことね。なんかもう侵害だよね。ククルシカちゃんかな。うん、うん、コメントちゃん茂道に入れてる。あれ、いや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 、うんうん、ごめんちゃん初めてしみじ入れたのか。いや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 、うん、これは合ってると思うな。これ3人だろう。うん、あー、イベントなくなった。さあどうする。ゆうこ様と話そうかな、じゃあ。うん、いずれお前を凍らせることになるでしょう。ひょっとして俺信頼されてない？マジか。中あると茂道。今日もジョナス守ろうかな。おし、ブラボー、うー、ブラボー、気持ちいい。守護天使やっててよかった。うん。
あ、そうだよね。うん、そうそうそう、それはそうだ。うん、さあ、茂道、ジナ調べた？もうちょっと、もう一回。よし！よし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 、予想通り。予想通り。うん。ここまで俺の予想と、あの、茂道たち、月道とかラキオの、調査と結果がマッチすることはない。うん。これが全部嘘だとしたら、もう、ぐっちゃぐちゃになっちゃうから、もう、いや、根拠はないけど、本気で思ってるんだの状態です、今私。うん、お前、好きなやついる？雑談に乗る。好きなやつ。どうす、これみんなの話聞きたいな。私を作ってからハルさんにもう一回会いたいな。うん、はい、他は？しげみち、そういう話は後で。ああ、言えばよかった。セラちゃんとかね、聞きよかったよな、しげみちな。うん、これジナちゃんだな。前言撤回、前言撤回、昨日は？前言撤回？別にしげみちゃんのこと疑ってたけど、ジナちゃん。いや、しげみちゃんは大丈夫だろ。シャーミンはずっとね、茂道行ってんだよね。あ、行ってたっけ？行ってた。ん？行ってた。うん。これ、ジナちゃんなんじゃないかな。多分ジナだと思うな。シピレムナンククルシカは連れていると信じたい。まあ嘘見抜いたわけじゃないんだけど、いや、ジナ疑ってみる、ここは。シャーミンも乗ってくるね。これはジナだと思うな。これで終わってほしい。これで終わんなかったら、もうグノーシア側の勝ちって感じする。これで終わらなかったら、もう、多分根底から覆って、多分もう、ユリコ様とラキオとシゲミチとシャーミンがグノーシアなんじゃないかって感じがしてくる。うん、まあ、お互い同調しよう。用語なし。いや、信用できなくはないでしょ。用語いっぱいいると思うよ。これはジナ行きたいですね。まんじゅういち。あれ、ゆりこさんもシャーミン入れてるよ。これで終わんないときついぜ。よし！ジョナス、守ってやったぜ、俺がお前のこと。あ、仙台オールクリア、私たち勝ったんですね。いや、勝ったよ、セラちゃん、おめでとう。レビィもね、グノーシア完成しなかったね、今回は。ジオ様、あの時おっしゃいましたね、私がグノーシア汚染されうるって。いかがでしょう、今でもやはりそう思われます？思う。なりうるよ。嬉しい、あ、嬉しいの、セラちゃん。ああ、やっぱり、なんだ、あ、なんだこの子、なんか不穏な音が流れたかと思った。やっぱり、あれかな、人間として、なんか、輪に入りたいとか、そういう願望はあるのかな。おかしいですよね。でも本当なんです。私のことを一人の人間として見てくださっている、そんな風に思いますか？まさしく、まさしくその通り。お、レビィだ。私が実際当世のコントロールシステムに過ぎません。あ、これはレビィ、ステラちゃんを通してレビィが喋ってるってこと？ですが、私はステラを操作してきました。一人の人間として振る舞ってきました。とても長い間。あ、ステラちゃんがちょっと、なんか機械的な目になったような、表情がなくなった感じがしますね。あとなんか、こっちを向いてない感じがする。そして私にはもう、時間がない。もうわからないです。この感情が疑似的に作り出されたものなのか、それとも私自身のものなのか。
同居してるのか、レビィとステラちゃんが。そう、私は幸せになりたいの。幸せになりたいの。おー、幸せになりたいのか。幸せってなんだ、一番難しいぜ。レビィ、ステラちゃん、それは人間でも人によって様々、答えが一つではないぞ。いいのか、それ難しいぞ。オッケー、オッケー、完璧、完璧でしたね。シピレムナン、ククルシカジーナ。おー、グノシ、オッケー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 。いいですね。うん。完璧だね、今回は。完勝。よーし。ジョナス守った。俺、英断だ。マジ英断。で、あー、結構ジーナの嘘気づいてる人いるんだな。あ、嘘気づいてるね。そうだよね。やっぱりね、茂道の嘘に気づいたって人がいない時点でねって感じだよね。みんなもそう思ってんじゃない？あ、茂道の嘘に気づけない。俺、私。ってことは茂道は違う。本物だわ。みたいな感じ。はい、どうも、しおです。実はね、このグノーシアって、リザルト画面で一回ゲームを終了すると、また再開した時に、終了画面からではなくて、その終了時の、イベントから、始まるんですね。まあ、だからそれを利用して今回ちょっと思わないを選んでみようと思います。思わないと。思えないと答えた。そうですよね。私は技師の端末ですから。ですが、あの時、塩様、節様は私が汚染されてるかもしれないとおっしゃってくれた後、私嬉しくなってしまって。おかしいですよね。でも本当なんです。私のことを人、あっとここに繋がると。そういうことね。了解です。じゃあちょっと、フラグが怖いので、一回また中断して、思うを選択した状態で、また次のループに行こうと思います。よし！じゃあ次のループ行きましょうか。今回はね、完勝でしたね。ね、守護天使として HQ ちゃんとセッチャまで救えてるわ。もう完璧だったんだけどね。さて、じゃあ押しますよ。おぉ、グノーシア3体だが、フルークセットだ、ドクター以外。あ、久々に上院。役割なし。ありがとう。行きまーす。珍しい。上院ね。はい、わかりました。そう、塩は46週目なんだね。そうなんよ。46週目来ちゃったよ。せっちゃん何週目？何週目？分かった、分かる。せっちゃん何週目？教えてくんないの？100何週とか。初期条件として、グノーシア汚染者が複数、終了条件は活動中の上院及び汚染者の数。そして終了条件満たされると、私たちは強制的にループさせられる。そうだね。だから、やはり重要な人はグノーシア。自分がグノーシア汚染されてループでは確信してるんだ。人間を消してグノースの元に送り出す必要があるとね。なるほどね。俺もそうだわ。俺はグノースのためっていうよりはなんか、まあグノースのためか。次は誰を消してやろうかなって完全にグノースに導かれてるよね。分かってはいない。グノースって何？なぜ人間を求めに消えた人間はどこへ行く？この国にはどうして必ず感染者が、汚染者が存在するの？ああ、私たちは未だ何も知らない。あら！星船の巫女ゆりこ様来た。ゆりこ。グノーシアとは何か、グノースとは何か、なぜここにグノーシアが存在するのか。本当に知りたいのですか？知っているなら教えてほしい。ゆりこ様謎だよな。ゆりこ様だけはなんか全部を見て、見通していそう。全能って感じがする。ならば一つ余興をいたしましょう。余興？この身を、グノーシアなの？ゆりこ様今回。マジかよ。グノーシアなの？ええって。でも俺上院だからな。上院って関係ねえわ。できないわ。どうしてそんなことを。言ったでしょ、これは余興だと。お前たち二人が見事この身を破滅させたならば教えてあげましょう。お前たちの求める答えを。わかった。楽しみですね。どうすんのこれ。ゆりこを生き残らせるってこと？ゆりこをコールドセーブさせるってこと？
あ、ユリコをコールズイブさせるってこと？おー。冗談を言う気がすまない。冗談を言うってお前、うん、頑張ろうだなこれは、うん、上院だしな、うん、冗談言ったらどうなるんだろう。冗談言ってみる。せっちゃんなマジレスしてきそうなんだよな。ちょっと冗談言ってみようかな。ちょっとごめん言ってみて冗談、うん、気持ちは頑張ろうな俺。気持ちは気が進まないよね。冗談言ってみよう。ちょっと音楽が音楽やめろ音楽くだらねえ冗談言うんじゃねえやめろ。そういう子じゃなくてなんかこうアメリカンジョークにしようせめて。いやアメリカンジョークなんだか分かってねえけどパワーワー。うすごいでしょ。そうだあまり気を。あありがとうせっちゃん。俺が何を言ったかについて一切コメントがないのがすごい心にくる。あ、ほんと？やった、よかった、よかった、よかった。くだらない冗談を口にしたやだわ、俺今だけロジック2になりたいわ。思い出しとうない、こんな。うん。ユリコを殺せるさせるのか。うん。オッケー。あ、音楽か。どういうことこれ音楽か。もう、あ、ユリコのターンってことか。いやーでも、やだなぁ。ユリコをコールスビさせるの結構難しいかもしれないってこと？妙な感じがするなぁ。音楽が全てを壊すなぁ。ちょっとあれなぁ、名乗り出てほしいな。留守番は、あ、留守番に名乗り出てもらおうかな。留守番に名乗り出てもらって、人間だと家でもいいよな。最後人間だと家を発送する？それでいいかな。ちょっと雑談でもしようか、じゃあ。うん。音楽が良くないから。音楽を変えよう。うん。うん。OK。そしてまた音楽が戻ってしまった。うん。コメントちゃんか。なんか何も入ってこない。ユリコ様がグノーシアだってことが分かってるからさ。ね。まだまだ分からないな。うん。名乗り入れしたいけどね。留守番名乗れてもいいんじゃないのかな。あー、来た。エンジニア、エンジニアね。うん。あー、シピエンジニア。コメントちゃん。二人か。俺は俺にこびてくるやつを信じるぜ。さて、留守番になられてほしいな、ちょっと。うん。留守番。ちょっと人間だと言えという前に、この留守番が欲しい。しげみち、オッケー。チャーミン、あ、しげみちチャーミンね。うん、オッケー。じゃあ投票始めます。あ、よかった。あの音楽、ちょっと、怖いよね。シピコメットか。うん。で、シピが怪しいって言ってんだよね。こういう時、結構シピ怪しかったりする。でもコメット怪しいもあるんだよね。うん。どっちか。どっちかだね。まだ釣るべきではないな。でもユリコに入れたら逆にすげえ怪しまれるよね。うん。でもまあ俺ユリコと仲悪いからユリコに入れるのはありだよね。でもユリコ様の逆襲が怖いよね、これだとね。でまあ、ユリコに入れるべきでしょ、ここは。なんか、あ、でもまあ、コメントちゃんに、いや、でも、嘘に気づいてねえからな。私は上院で、自分はグノーシアだ。これ、せっちゃんに入れたらギャグだぜ。どうするか、ユリコ様に入れるか。根拠がないよな、でも、仲悪いってだけ。ここはコメントかシピに入れるべきか、はたまたラッキーオに入れるべきか。可愛げのないラッキーオに入れる。うん、ありかもしれん。あ、せっちゃんゆりこ行ったんだ。うん。うわ、なぜセラ。あ、ゆりこせっちゃんに入れてる。これはちょっとゆりこさん釣らないとな。うん。ラッキーオに入れた俺アホみたいじゃんね。うん。うん。レビーステラまた。レベルアップしよう。
どうしようかな、直感。ああ、結構上がるな、レベル。ステルス上げたいな。今回ばかりステルス必要だと思うんだよな。でも雑談したから大丈夫かな。ステルス、いや、カリスマ上げよう。イリコ様に負けないカリスマを得て、うん。みんなの先導しよう。それでいいわ。せっちゃんのとこ行きたいな。せっちゃんいない。あ、せっちゃんいねえわ。じゃあ、あんま喋ってない。誰のとこ行こうかな。最近、シャーミンと喋ってないから、シャーミンのとこ行く。よう。え、いや、大丈夫だよ。お、ラッキー乙女消滅。あ、いいね。いいじゃん。いいじゃん。これは釣れるぜ、グノーシア。うん。でもまあ、最初にイルコを釣らないといけないんだけど。いいね。さて、じゃあ報告を求めようか。うん。あー、はい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 。シピア？あー、あなた、あー、わかりました、わかりました、わかりました。これはいいね。これはいいね。うん、よかったよかったよかった。俺疑われたけど俺は大丈夫だよこれ。うん、絶対にできた。確定証明を完成する。シピアエンジニア。ああ、ジョナス、ここ最近で一番かっこいい一番かっこいい。ジョナス、キャー、ジョナス船長、かっこいい。めっちゃかっこいい。否定はしねえよ。いやいや、できまい、否定なぞ。これはシピ総合機のターンだ。協力しよう。ああ、シャーミン味方だと分かったとたんに協力を要請、そして断られる。よし、これはうん、 いけるね。人間だと家も発動できるぜ、これは。いや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 、ここはでも、うん。あれ？あれ？ちょっと、規制しようかな。うん。来るね。うん。来るな、これは。せっちゃんと協力する。タッグ組む、せっちゃんと。留守番せっちゃんと、あ、もう上院だもんな。シャーミンとタッグ組むのどう？シャーミンタッグ。シャーミンとタッグ組む感じ。誰と仲悪いの俺、リュウコだでしょ。セッちゃんは味方してくれるから、レムナあたりとタッグ組んでみよう。いや、待って、シャーミンにしようかな。留守番のシャーミン、いや、断られそう。いや、もうちょっとやめとこ。うん、やまっとこ。そうだね、うん。人間だと今ちょっと言いにくいな。うるさいって言われたら終わりだ、これ。言いづれ。うん、まあでもシピア敵だね。バグもしくは、あ、バグはもう消えてる。だから AC 主義者もしくはグノーシア。うん、うん、フランスで凍らせましょう。否定しよう、ここは。うん、うん、うん、オッケーオッケーオッケー。ありがとうありがとうありがとう。やべえな、これは。でもシピ行くべきでしょ、これは。うん、うん、うん、うん。俺にいたの誰？しげみち。しげみち。感化されやすいな。先手先手取っていくしかないな、ゆり子様の時は。ゆり子様に発言の機会を許さない方がいい、これは。うん、難しいかも。よし、オッケー。クルシカちゃん、どうした？うん。あ、ひょっとして、協力の誘い？あー、ありがとう、ありがとう。これはありですね。うん、全然あり。うん、協力しよう。味方多い方がいい。うん。うん。オッケー。個別消滅。エンジニアやりに来たか。もう必要ないって感じか。うん。これは、様子見る？ここは同調しようかな。うん。大げさに言うで、ついてきてるかな、ついてきてくれるかな、俺のカリスマで。大げさに言うか。ジナが擁護、シャーミンも擁護。まじいな。あ、そうか、ドクターいねえんだ、今回。厳しい。難しいぜ、これ。人間だと今難しい。俺が人間認知されてない。シャーミンと SQ、無理。うん。で、イリコに行く。同調するかな。レムナ、おおおお、うわ、大丈夫だと思ってた、多分ですけど、わ、ひどっ、これやべえな、これ怖いな。人間だと言え発想するか。いやー、ゆり子様強え。こうなると強いですね。人間だと言え発想して誰か炙り出す。うん、クリアそうだよね。セッチャそうだよね。
ジナちゃん、SQ ちゃん、あれ言わねえ。ジョナス・レムナン・ユリコ、ジョナス・レムナン・ユリコは言わないと。レムナン・グノシアっぽいね。ね、レムナンに反論してもらおうって感じ。うん、ここだな俺。あ、ジナに行った。ちょっと音楽のせいでなんかもう怖すぎてくるなこれ。結構怪しいんだぜ。うん、ジナね、ジナ、ユリコ大丈夫って言ってるんだよな。かばってるよねユリコのこと。わかる。うん、ジナちゃんかばう感じするもん。それで言うとそうだな。投票先はジナ、シピ、あ、でもシピに入れてら、でもジナに入れてんのは、コメントちゃん。そうだよね、コメントちゃんが入れてたんだもんな。うん、エンジニアのコメントちゃんが入れてたってことはちょっとジナ怪しいかなって感じか。うん、オッケー。で、最初に票が入ってたレムナもちょっと怪しいよね。うん、ね、まあレムナン、シピ、レムナン、シピは AC 主義者で、レムナンとユリコ様とジナちゃんがグノーシア、そんな感じか。同調しようかな、これは。確かにコメントちゃんが入れてたの気になる。うん、うん、 OK、 投票行こう。これユリコ行くべきだよね、せっちゃんね。わあ、もう重道。もう負けちゃったよ。いやー、これ難しいですね。難しいもんですね。教えてもらえるかと思ったんだけどな、もうしょうがないのこれ。